こんにちは、デリッシュキッチンです。ビッグ肉巻きライスを作ります。大葉5枚は軸を切り落とし千切りにします。ご飯 400g に大葉と白いりごま大さじ1を入れ切るように混ぜます。豚ロース薄切り8枚を用意し、塩コショウ少々と片栗粉大さじ1をそれぞれ両面にまぶしましょう。卵焼き器にサラダ油小さじ2の半量を入れ、キッチンペーパーで薄く伸ばします。半量の豚肉を少しずつ重ねながら並べ、大葉ご飯を敷き詰めて残りの豚肉を少しずつ重ねながら並べ、側面に入れ込みます。弱めの中火で熱して焼き色がつくまで5分焼き、平皿をかぶせて裏に返し取り出しましょう。残りのサラダ油を入れ、キッチンペーパーで薄く伸ばし、肉巻きご飯を戻し入れ、肉に火が通るまで5分焼いたら取り出します。酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2、醤油大さじ1を入れて中火で煮立たせ、とろみがつくまで煮詰めます。肉巻きご飯を戻し入れ、両面に絡めましょう。粗熱を取り、食べやすい大きさに切ったら完成です。ぜひお試しください。